パリティブユースグラドルパチンコ3本勝負来ました、今日はアンドゴルフさんにちょっと撮影協力いただいて、はい、室内で、自己紹介をしてみましょう。そうですね、はい、グラドルマテンのこと岡田咲です。お願いします。咲きちーです。咲きちー、はい、今日ちょっとあの対決ということで、はい、対決させてください。よろしくお願いします。一応今回ニアピン対決ということで、はいはい、まあ、同じ距離だとちょっとあれなので、はい、そうですね、得意な距離って何ヤードくらい？大体100ヤードくらい OK ですかなって思います。じゃあ100ヤードぐらいの距離でニアピン、はいはい、僕は苦手な距離が200ヤードなんで、はい、おー、はい、200ヤード200ヤードで、はい、お願いします、はい、これぐらいの方が多分ちょうどいいかなっていう感じなので、はい、でそれで距離は100ヤードと200ヤードで対決しましょう。そしたら勝った方にはどうしましょう？私、ゲンゲンさんのティー作りたいです。おー、はい、バリティーですか？はい、僕のバリティー、ぜひぜひ、はい、作ってみたい。僕のロゴのところを、はい、サキチーバージョン、おー、はい、しますんで、やったー、プレゼントします。ありがとうございます。あ、じゃあ、そしたら僕も、あ、いいですか？はい、はい、お願いが、はい、サキチー の、 あのインスタ見てたら水着、ちょっとセクシー系の水着で、うん、ゴルフバッグ持ってた写真があったので、はい、あ、はい、ありますね、はい、まあ、あの格好で、もしよかったらちょっと一緒にゴルフを、はい、してほしい。なるほど、それはちょっと難しいかなって思うんですよね。室内ゴルフ、表だとちょっとあれなんで、室内ゴルフとか、はい、ああ、ちょっとお腹がついちゃうかなって思うんですけど、お金はいくらでもらっていいですか？まあまあでも、はい、まあそうですね、まあでもゲンゲンさんだからちょっとここは特別にいいんすか？はい、おし、はい、みんな聞きましたね、聞きましたね、はい、今 OK って言いましたかね、はい、OK、 本当特別ですよ、はい、もういつもはしないんで、そういうこと。あ、そうそうそう、はい、すみません、なんか、はい、まあ、僕が勝ったのの話ですからね。そうですね、はい、距離的にちょっと、はい、難しい距離、苦手な距離なんですけど、はい、私が勝ちます、頑張って。じゃあその設定で、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。対決していきます。はい、よし、よし、頑張ります。そうですね、返しすぎで、まあ、これガチ勝負ですもんね。うん、ガチです。うわ、はい、じゃあガチンコでお願いします。お願いします。はい、頼みますよ。はい、いや、本当に勝ちたいんで、僕7.7 ヤードだ。あ、残り 7.7 ヤードです。やったー、きついな。 7.7 ヤードより近くがいいってことですね、はい、そうですね、乗るか乗らないかみたいな感じなんですけど、乗るな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 、お願いします。はい、
なんですよ。そうですね。やったということで、イエーイ。うわ、嬉しい。本当に悔しい。もう本当に悔しい。でも元気でシミュレーションで日本人ということで。あ、そうです。一応、ね、はい。日本行きに、はい、あった。はい。やったー、やったー。いやー、もう本当に2球打たせてもらって負けるっていう一番こうダサい。はい。一番ダサい感じなんですけど、はい、あのショット本当に良かったです、はい、いや私も奇跡でした。でもなんかやばいって言って、はい、あんなに真っすぐ飛ばす人初めて見たんですよ。そんな人見たことないです。やばいってもう入るかと思ってくれ。本当に本当に真っすぐ、はい、はい、行きました。じゃあ、はい、これで私、はい、パリティパリティをじゃあ作りましょう。やばい、はい、サクチーバージョン作りますんで。やばー。悔しいな。ちょっとこの勝負これ終わるのもあれなんで、はい、次もまた勝負してもらうことって可能ですかね。ぜひ第2弾。そうです、第2弾。第2弾、はい、第2弾、今度パターで。パター僕自信あるんで。お、私も自信あります。本当ですか。またやばいって決めた。またやばいって決めるんじゃないですか、本当に。それだけ、まあ、でもパター勝負次やりましょう。はい、やりましょう、はい、で今回はパリティをとりあえず作ってプレゼントします。嬉しい、はい、はい、わかりました。送ります。よろしくお願いします。じゃあ、はい、次またパター対決で、はい、よろしくお願いします。